こんにちは、遠藤和樹です。石原明の経営のヒントプラス第539回。石原先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、今日は早速質問いっちゃいましょうか。いきたいと思います。今日はですね、クリエイティブ40代の女性の方ですね、ご質問いただいております。ここからニューヨークですよ。ほう。こんにちは。ニューヨークで会社員をしながら、現代のライフスタイルにマッチした日本の工芸品を制作するアーティザンの作品をグローバルに紹介するウェブサイトを経営し始め、また会社員をリタイアする将来の準備に、大学業を始めているものです。中間管理職であるため、昼間から夕方にかけ相当の集中力が必要で、個人のビジネスの方はのんびりと夜と週末に済ませる程度です。サラリーをもらっているのと、売っているものは在庫があっても、いずれははっきりタイプであること、お金のある人が余裕を持って買える値段設定のため、あまりストレスのない緩やかな安定を5年ほど保ってきました。ところが去年、そのビジネスとパーソナルにもパートナーであった夫が亡くなり、1年ほどほとんど休業状態でした。マーケティングを一切しない1年を経た時に、急に注文が舞い込むようになり、買い付けもしばらくの間していなかったため、あれもこれも在庫切れという状況になり、もしかしたらこの主人が頑張れと言ってくれるのだろうと思わずにはいられません。ここで先生はスピリチュアリティとチャンスについてどうお考えかなと思った次第です。私は先生のビジネスのアドバイスよりも、個人の成長に関わるアドバイスは、そこらのライフコーチやカウンセラーよりも効果的だと思って、いつも興味深く聞いているため、お話を聞かせていただければ幸いです、と。いうことですね。ライフスタイルにマッチした日本の工芸品を制作するアーティズムね。なるほど。面白いね。そうですね。旦那様がね、亡くなってしまったことに関しては、ちょっとね、大変なんだろうなという感じをするんですけども。まあ、そんな中でのご質問をね、いただいてますが、まあ、スピリチュアリティという観点でご質問いただいてますけど、まあ、そこから入りますか？いや、これね、ライフスタイル産業ってなんだね。ライフスタイル産業とかライフスタイルビジネスっていう、そういう領域にあるんですよ。これは何かっていうと、生活を豊かにするとか、上質を感じるとか、同じものなんだったら、気に入った高いものを買いますとか。あいいかどうかは悪い、わかんないですけど、日本でいうフランフランとかがそういう感じですか？あ、もっともっと上。上の方の話ですか？もっともっと上。まあ、イメージなんだけど、日本には実はこのライフスタイルビジネスってあんまり根付いてないの。それは何でかっていうと、ライフスタイル提案が来たときに、景気がね、結構下に下がっちゃったのよ。で、下がってしまった結果、何が起きたかっていうと、見栄えはいいけど、チープっていう風な感じに、どうしてもならざるを得なくて。で、それに比べてね、僕、今年の正月とか台湾に行ったんだけど、台湾なんか非常にいいのは、ライフスタイルっていうビジネスが、入った時に台湾のマーケット、ビジネスのマーケットが下がってなかったよ。上向きだったの。なるほど。だから質のいいものとか上質な店とかカフェなんかの椅子とかなんかもね、コップとかなんかもみんな手触り良くて質感が良くて居心地良くて楽しいみたいな感じになってるんですから、そんだけど、こういうのをそう一つにまとめてライフスタイル提案っていうのね。で、こうやってすごい面白くて、100人のうちに、もう3人とか5人とか、が買う。高級品とはちょっと違うんですか？値段が高い安いっていうよりも、質感が高い。触り心地、使い勝手、機能よりも質感っていうのかな。雑誌とかでいうイメージだと、カーサとか、ブルタスのカーサとか、ああいう感じですかね。お財布ってさ、お札とか小銭が入れば財布だよね。まあ、それってことは2000円でも3000円もならもう OK なんだけど、それをちょっと頑張って1万5000円とか2万円ってやつね。ブランド品って10万円とかって感じなんだけど、だからその中間みたいな感じ。そういうのがそのライフスタイルっていうところにいて、多分それと放置してたサイトが
世の中の質感に合ってきた感じなんだよね。ああ。うん。で、何度か見て、多分そのサイト来た人も1回で買わないんでね。うんうん。2回、3回、4回って買って、だんだん見てって、そのうちにやっぱり買おうかなっていう感じ。なるほど、なるほど。で、1個買ったら、またそのサイトに来て、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかなって買って、また1個買ってみたいな。はいはいはい。サイト内のクオリティみたいなものが、ニューヨークだったらニューヨークのあるその心理的な人たちとマッチすると、うんうんうん、こういう現象が起きたりとかするし、はあ、なるほど。もちろんそれはわかんない、ご主人が愛してたものが、うんうん、そういう力を持ってて、そこにも反応したのかもしれないしっていうことなんで、はいはいはい。まあでもそういう意味ではあれじゃないの、働くきっかけをそういう形で新たにこうヒントとしてくれたっていうのは、とってもいい話だなと思って聞いたりするね。なるほどですね。だけど、まあ、そのインターネットの世界でも、そうやって時間をかけて、一つのくくりとしてのライフスタイルをきちっと持っていけば、うんうん、こんな風になっていくんだなっていうことや、そのサイトそのものの運営のやり方もライフスタイルっぽいよね、今の話だと。あ、うんうん、アクセスしない。本当ですね、うん、自分の好きなものしか扱わない、うんうん、っていう意味でもなんか心情と合っててとてもいいことが起きてるような気がするよね。まさにこの方のこのビジネスそのものがなんか一つのライフスタイルをなんかこう象徴してる感じしますもんね、うんうんうん。これ最後ですけど、チャンスが、まあ、そういう意味では来ているのかもしれないというふうに捉えられてらっしゃるようですけど、うんうんうん、どうなんですかね、これってその流れにこうやっぱ乗っていった方がいいんですかね、うん、今在庫切れでって言ってますけど、無理なく適合していったらいいと思うんです。いいニュアンスのとこ来ましたね。なるほどね、うん、これでアクセクしちゃうと、はいはいはい、アクセクしてしまうことによってライフスタイルのバランスが崩れる、うんうんうん、サイトそのものの価値がなくなるね。アクセクせずいい感じのバランスでやった、そのこのチャンスを。そう、絶対そのまま。そうですね、確かに。チャンスっていうのが、その売り上げ上がるとかっていう方のこうビジネスとしてのチャンスというふうに捉えるんじゃなくてってことですね。うん。ああ、いやいや、さすがの、あれですね。その辺のライフコーチや。はい。世の中の、まあ、風潮が、コロナとかの関係で、うん。言えるしかないっていうことはさ、うんうん。みんなが、ウェブなりサイト内をよくよく見てくれるってことじゃん。そうですね。で、日頃見てないところに目が行くとか、日頃アクセスしてる人がちょっと心が落ち着くとか。確かに。うん、だからそこなんかともピントが合ってきて。まあ、家の中にいる時間も増える分、サイトもそうですけど、うん、そういうものを置きたいですしね。そう。っていうふうに、なんかいろんなもののこう変化が、そこになんとなく凝縮してるような感じもするから、そういうのを感じながら大切に育てていくのがいいんじゃないですかね。なるほどですね、うん、いやいや、感性的な感覚的なヒントになったような感じしますのでね、うん、ぜひなんかすごいいい感性持ってらっしゃりそうなんでね、ちょっとその感じでぜひやっていただいて、うん、また何かありましたらいつでもご質問お待ちしてますので、ぜひご投稿ください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで石原明の経営のヒントプラス第539回でした。石原先生ありがとうございました。お願いします。